中国茶、緑茶、論ン茶,茶、中国茶、中国十大名茶、聖古論ン論ン茶は中華、人民共和国公衆史特産の緑茶である。色が、緑、茶葉が平、ら味が、厚しは、香が福育であることから読んだと、中国では称されている。大きく分けると3つの手順で構成される。まずは茶葉を採取し、 それを半日ほど天日にさらして、茶葉の青臭さを取り去るを行う。ただ単に天日に干すのではなく、この時に茶葉の選別を行う。その日のうちに専用の釜でいる、札青によって茶葉内の酵素による発酵を阻止する。次に湯に入れた際に味が十分に出るように十年を行う。この作業によって、ロンチン茶特有の扁平の茶葉が仕上がる。 10年の手法として、定義上、と、体、性、超、卓、控え、そう厚、ま、十大代手法が行われる。札青と10年の後に、茶葉の水分を抜く乾燥をして、製品として仕上がる。採取する茶葉の時期と、うい、札青の茶葉量、10年の際の手間などで差をつけることで、製品としての価値が変わる。中国で、墓参りの時期として、 有名な生命節前に採取した茶葉で作った、ロンチン茶が、高級品、アキラゼン茶として扱われる。また、生命節の後、湖空の前に採取した茶葉で作られたものを特に、アメゼン茶、別称に春茶と呼ぶ。それ以降は、ミハル茶と呼ばれ、立夏以降、ロンチン茶としては採取されない。甲州市以外の茶業で、一般的に売られている。 ロンチン茶は茶葉を採取した時期に、名前茶などの区別をつけていない。摘み取る時に、上の新芽を取ったら特級、その下の部分を取ったら二級。それより、下の青々と茂った部分は売店には出されない。出されるとすれば、立夏以降の茶葉と共に、ペットボトル飲料やティーバッグ用の茶となる。成コロンチン茶いることで、茶葉の中の酵素を熱変性させ発酵を止めるので、 茶葉は蒸してある日本の緑茶よりも緑色が鮮やかではない。特徴的なのは、10年の作業によって茶葉が扁平型をしていることである。湯の中で茶葉が開くと、一目一葉イコール一死に一葉の姿になる。産毛が多く、一目一葉の葉が目と同じくらいの大きさであるほど、高級品である。茶は黄色がかった茶色であり、高級品ほど引用後に甘みが残る。 飲み方は、コップ等の飲用容器に茶葉を好みの分だけ入れ、81から90度の熱湯を加える。飲む時は、茶をコップの3割ほど残して、その都度お湯を加えていく。それを繰り返して、数杯は堪能できる。手柄しになってきたところで茶葉もろとも茶を捨てる。ロンチン茶は、茶葉そのものを食べても、カテキンやテアニンが豊富に含まれていて、健康的と言える。 一方で、カフェインも含んでいるため、寝る前などに飲むことはなるべく避けた方が良い。中国の書籍等では特に、聖子と戦闘校の中間に位置する虎、宝泉の水を使って、飲むのが最高にうまく入れる方法であると、中国国内の人々の間で言い伝えられている。これは虎、宝泉の水質の良さも、理由の一つであるが、茶葉がその場所の水と土で大きくなったことから、 その土地の水がよく馴染んで、茶葉の味を最もよく引き出すとする思考法に基づく表現とされる。ロンチン茶は、聖子の西に位置するロンチン村で作られていたことからその名が付けられた。現在、生産地として有名となっているのは、シボン、トラホー、クモスミカ、ウメヤウの4地域である。甲州市内でこの4つ以外の場所で作られるロンチン茶は、単に、 聖ンチン茶と表示され、石膏省以外の地域では、その流通量から聖ンチン茶の名前で広く知られている。近年、講州以外の生産地を関したロンチン茶。例えば、商工新政大仏さんの大仏ロンチン茶や、雲州カラス牛宗山のカラス牛ロンチン茶等のロンチン茶も製造販売されるようになった。ありがとうございます。